慶長6年1601年、政宗は仙台に帰還し、領国経営に専念する。政宗は領内の農業や商業の振興、城下町の整備などを行い、仙台の発展に貢献した。政宗はまた、茶道や文学、歌舞などの文化振興にも力を入れ、欧州に文化の風を吹き込んだ。彼の庇護の下で多くの文化人が育ち、仙台は文化の中心地として栄えた。慶長15年、政宗は隠居し、長男忠宗に家督を譲る。以後は隠居名の伊達宗成と称し、文化活動や書画などに専念した。政宗は慶長21年1616年に死去し、享年50歳であった。政宗の統治は仙台藩の発展に大きな影響を与え、後世においても伊達政宗は英雄として称えられ、多くの人々に尊敬される存在となった。